オットフェルディナンド・フォン・トラウンは、オーストリアの貴族、軍人。カイは、白爵、元帥。金曜も騎士。生は、ゾラオンの表記も。ハンガリー王国ショプロンの出身。長寺で、ハレ大学で学んだトラウンは、1693年から、ブランデンブルク選定公軍に入って、大同盟戦争に参加、ナミュール攻略など、南ネーデルラントでの戦いに従軍した。 その後オーストリア軍に展示スペイン継承戦争に参加、イタリア、ラインガー方面を経て、1709年にはグイード・フォン・シュターレンベルクの副官として、スペインにおける戦いに従軍、戦争末期にはまた、イタリアに戻った。さらに4カ国同盟戦争で、シチリアの戦いに参加、フランカ・ビッタの戦いでは重傷を負った。戦争後は、メッシーナ総督を務めた。 1733年からのポーランド継承戦争でオーストリアは先の戦争で手に入れたナポリ、シチリアを失ったがトラウンはこの戦争において発揮した巧みな指揮で評価された。一度ハンガリーに派遣されたがポーランド継承戦争の終了後ミラノ総督を任された。1740年カール6世が死んで娘のマリア・テレジアが即位したことからオーストリア。 継承戦争が始まると、トラウンは厳しい状況でオーストリア領のイタリア諸領域を守らねばならなかった。本国自体が危うかったために、ウィーンからまともに支援を得られなかったが、幸いにも一度フランス、スペイン側についていたサルデーニャ王国がオーストリア側に倶えし、イギリス海軍の協力により、スペイン軍の行動がしばしば牽制されたため、持ちこたえることができた。 カンポさんとの戦いではスペインに敗れ走したものの、ジグよりも大きな損害を相手に与えて、結局後退させることに成功した。この頃には、北の戦況が好転しており、本国から増援を得ることができた。その後イタリアから引き抜かれたトラウンは、休止したルートビヒアンドレイアス・フォン・ケイフェンヒュラーの後を受けて、カール・アレクサンダー・フォン・ド・トリンゲンの貢献役となり、前年から引き続き、 フランスに対し攻勢に出て、ロレーヌ広国の奪回を目指した。ところが、これを見た、フリードリヒ2世がベーメンに侵攻したため、計画は急遽中止となり、トラウンは取って返して、プロイセンの撃退を命じられた。トラウンはこの戦いで非常に優れた傭兵者としての能力を発揮した。フランス軍の追撃を受けなかったこともあって、迅速にベーメンに到着したトラウンは、 強力なプロイセン軍に対しては相手決戦を求めることなく、これを避け、消土戦術をとって、プロイセン軍に食料を与えないようにしつつ、その後方連絡船を襲って補給を断った上、主としてハンガリー及び軍政国境地帯の兵からなる、小規模部隊によるゲリラ的奇襲を随時言って、プロイセン軍の消耗を強いた。これらの結果、プロイセン軍は、士気が崩壊。 一万を遥かに超える脱走者を出して退却せざるを得なくなった。トラウンはやはり決戦を避けつつ追撃を行って戦果を拡大した。後に大王をして私はこの時トラウンに戦術の何たるかを学んだと言わしめたほどであった。この後トラウンはライン方面に送られ来たるべきフランス・ステファンの体官のためにフランクフルトを制圧、警備した。 そして1748年2月18日、ヘルマンシュタットで没した。ありがとうございます。